お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。年末だからなのか、1週間早いメンテナンスが来ましたねー。ま、今回も大きなアプデではなかったので、サクッと見ていきますかねー。最後まで、ゆっくりしていってね。まずは、奥義系の戦魂、秘錬についてですねー。しっかり発動効果が変わったのかと思いきや、説明の文面が変わっただけでした。過去には、もっと大事なことをサイレント修正してたのに、こんなことを発表するって、どういうことなんだろうねー。ま、全部の運営さんだから、こんなもんか。ということで、次に行きましょう。はい。紫色黒雲宝物の追加ですねー。追加の頻度が高すぎるんだけど、よほど、儲かるんでしょうねー。ま、一応中身を見に行ってみましょう。はい。激古説商用で読み方合ってるかな？相手武将がスキルを2回発動した後、自身が丸秒めまい状態になる？もう一回確認しましょう。相手武将がスキルを2回発動した後、自身が丸秒めまい状態になる？こんなの、いらんじゃろ。ま、おそらくなんだけど、自身と相手が逆なんじゃないかな。近いうちに、サイレント修正入るんだろうねー。いずれにしても、入手は後回しにします。この文面通りだったら、弱体化しちゃうしねー。ま、全部の運営さんなので、こんなことはよくあることじゃな。はい、東五郎戦ですねー。この武将用のアイテムになるかなー。長生き系のアイテムなので、取っておいて損はないかもねー。私の編成では、攻撃に5の武将が2名いるので、取りに行くのもありかなーとは思ってますー。ま、5じゃなくて、東五って表記してるのが気になるけど、全部の運営さんのやることだから、ひとまず、5の武将っていう解釈で良いんじゃないかなー。わからんけど。一応、確認してみましたが、攻防ともで4名使ってました。宝義連士も5の武将。神君陸村もですねー。この二人は、防衛に入れてます。というか、防衛武将をしばらく放置してます。攻撃には、武烈攻防と白衣予防ですねー。ま、2名ずついたから、とってもよしって感じだねー。はい。工場調整ってことで、天運占いの報酬が変わったみたいねー。ま、天運占いってなんやねん。って思いましたが、見つけたので、見てみましょう。はい。イベントの特典のタブのところですねー。天運元宝カードのところにありました。ま、要するに、課金者用のコンテンツになりますねー。ここの解説はいらないかな？確か、サンゴさんが動画で解説してたと思いますので、詳しく知りたい方は、概要欄にサンゴさんのチャンネル URL あるので、そちらに行ってみてくださいねー。ま、簡単に言うと、天運元宝カードに課金すると、天運占い券ってのが入手できて、その券で、天運占い、ま、ガチャだと思って OK をやると、各種アイテムが取れますよってやつです。確か、唯一戦魂が入手できるコンテンツだったと思います。ま、そんな感じですねー。はい。人気商店に、芝居用、電子用、宝刀用の図面を追加。ということで、入手しやすくなりましたねー。人気商店の、引き換えってところになりますねー。まだ見当たりませんが、更新したら、時々出てくるんかな？豆腐イベントが待てない人は、時々ここを覗いてみて、入手しましょう。ということで、サクッと見てきましたー。今回は、戦魂の文章変更。これは、文章だけ。紫色黒雲宝物の追加。どちらも、文章の修正が入りそうなものでした。天運占いの報酬変更。課金のコンテンツですねー。人気商店に、3つの図面が追加。これは、次回更新待ちかなー。といった感じのメンテナンスでしたねー。個人的には、今すぐ動向っていうものはなかったかなー。次のメンテナンスは、1月末になるんかねー。ということで、今回はこの辺で。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると、励みになります。次回も、ゆっくり見ていってね。